どうもこんにちは、タイガーです。今日はいよいよね、リーグ戦の日ということで、試合の日をお届けしたいと思います。今日のお昼は主食をね、買いこうと思っていて、ただね、サラダは作り置きしてます。まあ、ブロッコリーね、いつも通り。これはね、試合前でも試合の日でも関係なく食べるんですけど、あとはね、安定のルコッラですね。これを盛り付けていきたいと思います。30秒でサラダの完成です。最後の仕上げはこのオリーブエクストラバージンオイルですねこれをねかけます。投げ銭まあ、こんな感じが今日の昼ご飯なんですけど、自分で作ったサラダと、あとはね、ドゥナーですね、野菜ケバブ、あとはヨーグルト。今回はなんか一食分みたいな小さいやつ買ってみました。まあ、食後のねデザートはもちろんバナナでございます。うまっ。やっぱりねオリーブオイルかけるだけでサラダの味めちゃめちゃ変わりますね。シンプルにサラダばっか食べてたんですよ、1ヶ月ぐらい。いやこれ美味しくないなと思って一手間アレンジすることにしたんですけど、サラダは全部食べたので次主食のねドゥナーいきます。こんな感じに中なってて、まあ、チキンとか野菜が入ってるんですけど、ケバブは好きな野菜とソースを自分で選べるんですよ。僕はいつもトマトと玉ねぎだけ入れて、ソースはヨーグルトにしてます。まあ、1ヶ月のプレーシーズンがやっと終わってリーグ戦が始まるんですけど、時間が経つのがねすごく早かったなって思います。まあ、オーストリアに行くって決めたのがまずその5月ぐらいだったんですよ。で6月の中旬にこっち来て、でまあその1ヶ月の間で練習参加とかしてたわけじゃないですか。でいろいろねテスト落とされたり、苦労だったり挫折がたくさんあったんですけど、まあそういう中でねチームを見つけることができて、いろんなクラブと練習試合したり、そういう経験ができたのはすごくね良かったかなと思います。本当に一人で挑戦来てるから日本人の知り合いとか全然いないんですよ。だからもし僕の動画見ててオーストリア住んでる人とかいたら、ぜひねコメントしてほしいです。全然サッカー以外の人でもいいので、もうご飯でもねぜひ行けたらね嬉しいです。まあオーストリアの生活にもだんだん慣れてきて、といっても僕はドイツに、ね、5年住んでいたので、まあオーストリアはドイツ語圏なんですよ。言語の面ではドイツ語が少しできるっていうのがすごく助かっていて、生活しやすいですし、食事もねすごい美味しいんですよ。レストランの料理とか、あとはスイーツね、カフェ僕大好きなので、コーヒーだったり、まあ、ケーキ、パンっていうのがねもう絶品すぎて、そこに関してはね文句なしという感じです。でもドイツより若干物価が高いかなっていう感じがして、レストランでご飯食べる時も、まあ、少し高いですし、コーヒー頼んでも300円ぐらいするんで、まあ、そこは一人暮らししててねなかなか痛いところではありますね。それと交通機関も使いやすいし、まあ、トラムとか、トラムってなんか路面を走ってる電車なんですよ。日本ではあんま見ないと思いますけど、まあ、僕自身ね静岡県出身でそんなの見たことなかったんで新鮮な感じですけど、あとは S-Bahn って言って普通の列車ですね、 JR みたいな。バスや地下鉄もありますし、移動しやすいかなっていうのは感じますけど、ただこっちの電車とかってめちゃめちゃ遅れるんですよ。いやね、皆さん想像してる以上にヨーロッパの交通機関って時間守んないですからね。もうね5分なんて遅れたら可愛いもんで、10分30分とか1時間なんて全然あるんで、そこはねもしヨーロッパ来る人いたら気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。まあ今日からリーグ戦がスタートするんですけど、ヨーロッパのリーグって基本的に夏の終わりぐらいからスタートして冬までが前期シーズンなんですよ。それで冬から夏にかけて後期シーズンを行うっていう感じですね。僕はずっとドイツでプレーしてて、まあ、今回はオーストリアに挑戦しているんですけど、そのトップチームで試合に出れない場合に U23 のセカンドチームっていうのもあるんですよ。で今回トップのリーグが始まるのと同時に U23 のリーグっていうのも同時進行でスタートしていくので、例えばトップチームで試合に出場する機会がなかったら、そのアンダー U23 の方で、まあ、ゲームに出れたり、試合の出場機会が多いっていうのはまあ、ヨーロッパのね特徴かなって感じますね。今からね準備をしていくんですけど、持っていくものはねいつも通りこのスパイクと、あとはスネ当てですね。まあスネ当てはねもちろん試合に絶対必要なので、この2つをねリュックに入れていくという感じです。まあそれ以外はほとんど必要なものはないので、基本的にはねチームがユニフォームとか飲み物も準備してくれるし、まあ、あとはタオルとかですね。なのでそれ以外に必要なものって言ったらシャンプーぐらいですね。まあこんな感じでもう準備はね完了っていう。ご飯食べたんですけど、試合までねまだ少し時間があるので、コーヒーでもね一杯買いに行きたいと思います。ハロー、ヘッドゲンアイネエスプレッソ、クライン、そう、何千円入れた、何て。今日はコーヒーじゃなくてエスプレッソっていうのを買ったんですけど、めちゃめちゃちっちゃくないですかこれ入れ物が。 2.1 ユーロなんで、まあ250円ぐらいですね。めちゃめちゃ苦い、これコーヒーよりなんか3倍ぐらい。
まあ、僕は普段ねコンタクトとか使ってないんですけど、試合の日だけはこのワンデーコンタクトを使ってます。昔は目かなり良かったんですけど、その法学の勉強するようになってからパソコン使うことが多くなって一気に、ね、視力落ちたんですよ。だからなんかコンタクトになったんですけど、コンタクトつけるのあんまり上手くないから結構つけるの失敗してもったいないなと思いますけど、未だにね慣れないですね。ということで準備ができたので今からグラウンドに向かいたいと思います。まあ、今日はアウェーでの試合なので今から電車を使って1時間ぐらいね、移動していくんですけど、まあ、そんな感じでね頑張っていきたいと思います。ここからね地下鉄に乗り換えていきたいと思います。今駅に着いたんですけど、ここからもう一回ね乗り換えていきます。まあ、S 番といって JR 的な電車ですね。普通の列車より速いんですけど、まあ、それにね乗っていきたいなと思います。まあ、今日対戦するクラブはシュタットラウというすごくね育成に定評があるチームなのですごく楽しみです。まあ、今日はリーグ戦開幕ということもあってトップとアンダー U23 両方あるんですけど全力で頑張っていきたいなと思います。ランドに着いたんですけど、今日リーグ戦があるのはこっちの人工芝ではなくて奥にまあスタジアムがあるのでそちらという感じです。ということで今帰ってきたんですけど、今日の試合の感想をね話したいなと思います。シュタットラウというクラブと対戦をしたんですけど、まあ、1対0でね僕らのチームが勝利することができました。ただ自分としては出場することができなくて、まあ、先週ねコンディションを崩した関係とかももちろんあるんですけど、まあ、シンプルにねすごく悔しいというか、チームが勝利したことは嬉しいんですけど素直にね喜べない自分もいて、まあ、ちょっとね複雑な心境ですね。まあ、その後に U23 のリーグも開催されて、そこで僕は試合に出たんですけど、まあ、その試合でかなりいいプレーができて、結果としてはね3ゴール3アシストっていう、まあ、目に見えるね形で残せたので、そこはねすごく嬉しかったです。まあ、今日はボランチで出場したんですけど、そのドリブルで持ち運ぶことを意識してセンターバックからボールを受けてすぐに返すんじゃなくてターンできるところはターンしてもう前にどんどん仕掛けていったんですよ。ドリブルでトップの試合で出場できなかったのがすごく悔しくて、まあ、なんとしてもね、まあ、ゴールをね決めたいっていう思いがあったので、まあ積極的にシュートを打っていったんですけど、まあ、1ゴールのシーンはゴールから結構離れた位置から、まあ、ミドルシュートを打って決めることができたので、まあ、そこはねすごく良かったかなと思います。まあ、こんな感じが今日の試合の感想だったんですけど、まあ、すごくね悔しいっていうのが正直な気持ちです。まあ、新監督に変わってからなかなかね評価はしてもらえない日々が続いていて、ゴールやアシストっていう結果をね今のところ2試合連続で出してはいるんですけど、新監督がフィジカルを重視したサッカーをしているので、まあ、僕がねトップ下とか左サイドで今のところ使ってもらえてないっていうのがまあ現状なんですけど、でもリーグ戦は始まったばっかだし、まだこれからチャンスはねあると思うんですよ。だから下を向かずに毎日の練習に全力で取り組むことがまあ大切だと思うし、来週からねまた頑張っていきたいと思います。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。それではさよなら、チュース。